新型コロナの感染拡大でおうち時間が増え、運動不足や体の痛みを感じていませんか？そこでおうちで簡単にできるストレッチをご紹介します。おうちでメンテ。新型コロナの感染対策のためオンラインで専門家からレクチャーを受けました。教えてくれるのは青森市のフィットネスジムバイズパークの若松優也フィジカルトレーナーです。今日は足の付け根を伸ばすストレッチです。それではテレビの前の皆さんもご一緒にレッツトライ。まずお家にある椅子を用意してください。椅子に対して横向きに腰をかけます。片方の手を腰に当て後ろ足を伸ばしキープします。これは腸腰筋という足の付け根を伸ばす動きです。背中を丸めないように背筋を伸ばしてください。左右両方行いましょう。ネクスト。次は同じ動きにひねりを入れていきます。足を開いたら背もたれの方向に体をひねります。目線を後ろに向けながら体をひねっていきましょう。すごく気持ちいいです。体全体が伸びている感じがします。ここで20から30秒キープしてください。こちらも左右行ってください。腰が痛い方は無理をせずに行ってください。私が教えるのは今回が最後です。ストレッチは全身の血行が良くなることに加え睡眠の質を向上させることにもつながります。簡単にご自宅で取り組める内容ですのでぜひトライしてみてください。次回からはバレエのストレッチをご紹介します。